いらっしゃいませ。バーとお酒の入門講座へようこそ。今さら聞けないお酒の基本からちょっとマニアックなうんちくまで、家飲みのお供のバーチャルバーとして、お休み前のひとときに聞き流しの教材として、今夜もお付き合いいただき誠にありがとうございます。このチャンネルは仙台駅東口の安倍会計事務所ソラワークラウンジの提供でお送りいたします。さて、今回はウォッカの起源と歴史についてのお話です。まずはウォッカとはどのようなお酒なのでしょうか。伝統的には大麦、小麦、ライ麦、ジャガイモなどの穀粒、最近はそれらに加えてトウモロコシ、ブドウ、リンゴなどを原料として糖化や発酵をさせて、そうして得られた液体を蒸留したもの。非常に大まかに言えばこれがウォッカの定義です。ジンでいうジュニパーベリーやラムのサトウキビ、テキーラのリュウゼツランのように、これといった決まった原料がなく、原料の味を楽しむというよりは原料から得られた無味無臭無色の純然たるアルコールの味を楽しむためのお酒、それがウォッカです。ロシアのイメージがある方も多いと思いますし、実際に一大生産地であることに違いはないのですが、ロシアに限らずテキーラや特定のウイスキーのようにどこどこ産でなければならないということもありません。ウォッカには特徴がないのが特徴ということができるでしょう。それを長所として優秀なカクテルベースともされています。特徴がないだけにウォッカの味そのものにはあまり違いがありません。もちろん銘柄ごとの特徴はあり、少し甘みを帯びたものからすっきりしたものまでありますし、アルコール度数によっても印象は変わってきます。しかし他の蒸留酒に比べると違いは微妙なものであると言わざるを得ません。したがって歴史的にはいかに不純物を取り除き澄んだ味わいにするかに焦点が当てられてきました。それがある程度のクオリティに達すると、瓶のデザインやブランドイメージにより魅力や価値を創出するようになっていきました。それではそんなウォッカはどこで作られるようになったのか。やはりロシアのイメージが強いかとは思いますが、ポーランドも有名なウォッカがたくさんあります。両国ともに自分の国が起源であるとして現代においても論争が起こっていますが、今のところ12世紀から14世紀に東欧のどこかで作られるようになったと曖昧なものになっています。13世紀末に生まれたモスクワ公国にビザンツ帝国経由で蒸留技術がもたらされたのが始まりという説や、1259年にロシア北西部のノブゴロドに交易所を設立したハンザ同盟のドイツ商人が蒸留技術を伝えたという説、ゼノバ人がクリミア半島に持ち込んだ説、モンゴル帝国支配下のタタール人が持ち込んだ説、諸説ありますが確たるものはないようです。確実に言えるのは、西ヨーロッパ人が蒸留された飲料を東ヨーロッパに持ち込み、それがきっかけでウォッカが生み出されたということくらいだそうです。とはいえ、主にはロシアとポーランドがウォッカの発展と普及に寄与してきたのは間違いないので、ここからは両国のウォッカがどのように進化してきたのかを見てみましょう。まずポーランドですが、16世紀初頭にはウォッカを周辺国に輸出し始め、1534年にはある植物学者がウォッカの効能を称賛し、生育増進と受精率の向上に役立つとした資料が残っています。17世紀末には蒸留家のヤクプ・カジミエシュ・ハウルによって、伝統的な小麦ではなくライ麦からウォッカを作る製法が発表され、19世紀初頭にはジャガイモが使用されるようになりました。19世紀半ばにはジャガイモのドーガレ病の蔓延やロシアによる課税などで苦境に立たされる時期もありましたが、その後のポーランドのウォッカ産業は盛り返し、ズブロッカを先頭にウォッカ世界のリーダー的存在になりました。ちなみにこのズブロッカとはズブロッカ草、別名バイソングラスで香り付けをしたウォッカで、日本においても定番銘柄の一つなのですが、男性の性的能力が向上するとか、しかし当のポーランド人男性は女が飲むものだと言って飲まないとか、いろいろ逸話があるようなのですが、アメリカには輸入されない期間が長く続きました。バイソングラスに含まれるクマリンという成分が抗凝血作用、つまり血液を固まりにくくする作用があるということで、その輸入がアメリカの方に触れてしまう都合上、2009年までは輸入はされませんでした。現在アメリカに出回っているものにはバイソングラスは使われず、人工的に香りがつけられているそうです。次にロシアのウォッカを見ていきましょう。ロシアのウォッカは前身であるモスクワ大公国の歴代皇帝の施策によって大きな影響を受けました。モスクワ大公国のイヴァン3世は領土拡大に成功したことで大帝と呼ばれるようになりましたが、
その要因の一つは、ウォッカの専売性を敷いて税収を確保、戦費の多くを賄うようにしたからだとも言われています。さらに後継者で雷帝として有名なイヴァン4世は、自分の地位を脅かしかねない貴族を手なずけるために新たな特権階級を作り出し、彼らには土地を与えるのみならず、貴重なウォッカを飲める特権と専用の酒場を設けました。時代が進むとウォッカは洗練されていき、味そのものよりも自分たちがどんなウォッカを飲んでいるかに焦点が当てられるようになったのですが、これはその走りと言えそうです。国名がロシア帝国となってからは、ウォッカの使い方が税制や階級制度などのハード面から、外交の場の対人関係というソフト面で使われるようになっていきます。中でも初代皇帝のピョートル大帝は、だいぶウォッカに傾倒していたようで、支持者への褒美としては言わずもがな、外国からの来賓にウォッカを勧めて口を軽くさせたり、大量に飲ませて意識不明にさせたり、果ては外交官試験にも使ったそうです。バケツ一杯のウォッカを飲んでも分別のある話ができるものだけが外国勤務を許されたのだとか。さらに1695年、ピョートルは全冗談全酩酊狂気公会を結成。すごい名前ですね。会員に課した掟は、毎日酔っ払うこと、決してシラフで寝てはならない、と、とにもかくにも飲んでどんちゃん騒ぎをするだけの団体だったようです。さてこのピョートル大帝、身長2メートル13センチの大男で、常に斧やハンマーを振るって生きてきた怪力の持ち主。つまりピョートル大帝の知性というのは、超超体育会系ゴリマッチョの大酒飲みジャイアンが権力を持った、というイメージをするとわかりやすいのかもしれません。もちろんこんなことは教科書には載ってなかったと思いますが、18世紀末のエカチェリーナ2世の時代になると、ウォッカの専売制を廃止し、安価な公定価格でウォッカを製造販売する許可証を競売の形で売り出す政策を採用しました。それにより、濃度を含む一般大衆もウォッカを飲めるようにはなりましたが、その副作用としてウォッカの品質はしばしば損なわれたと言われています。こうして貴族階級から農民までウォッカが行き渡ると、富裕層は最高級のウォッカを求めるようになり、自分たちの飲むウォッカの量と質により自らの地位を誇示しました。最高級といっても最も価格の高いものというよりは、一族に伝わるレシピの自家製ウォッカを客に振る舞っていました。そしてそれを提供する時のグラスやピッチャーも、クリスタルや銀の高級なものを用いるのが作法とされていたようです。その流れでロシアの酒器はバラエティに富んだ芸術的なものがたくさん作られるようになり、また多くの芸術作品にも取り入れられるようにもなりました。ウォッカがいかに富裕層から大衆にまで浸透していたかを示す数多くの歴史的証拠が残されています。そしてロシアの作家といえばドストエフスキーを真っ先に挙げる人も多いかと思いますが、その有名な代表作罪と罰の一部分は、もともとは酔いどれという作品であったというくらいです。19世紀末、ウォッカはロシア国民にあまりに浸透しすぎたため、今度は過剰な飲酒が社会問題となりました。18世紀前半のイングランドにおけるジンクレイジと同様の現象です。時のアレクサンドル3世は、この過剰な飲酒習慣がこの頃ロシアにまで波及してきた産業革命による工業化計画を阻害しているとして、エカチェリーナ2世が廃止した専売制度を復活させましたが、問題は解決するどころか悪化。ウォッカの販売が認められた国営の酒場では食べ物を提供しなかったので、客はすぐに泥酔してしまったのだとか。続くニコライ2世も過剰飲酒を抑制すべく動きました。一説によると、1904年の日露戦争では、ご存知の通り日本が勝つのですが、それは水兵と兵士が酔っ払っていたことにも原因があったとされています。それを受けて第一次世界大戦の時は同じ鉄を踏まぬよう、ウォッカの製造販売を禁止するというかなり強力な手を打ちました。しかしこれも裏目に出ます。戦争、ましてや小競り合いでない世界大戦です。巨額の戦費が必要になるときに税収が3分の2に落ち込んでしまったのです。さらに悪いことに、それでもロシアの人々はウォッカを飲み続けました。ほとんどの列車が戦争により部隊の移動用に接収されたため、本来大都市に運ばれるべき余剰穀類が農民のもとに残ったままになり、皆それで密造酒を作ったのです。戦争が長引くと密造酒の生産がより盛んになる一方で、余っていたはずの穀物は大都市に供給されなくなり、都市部での穀物の欠乏が始まります。
そしてそれは1917年のロシア10月革命の最初の火種となりました。ソビエト連邦誕生の背後にもまさかのウォッカが影響していたということです。教科書には載っていません。ソビエト連邦誕生直後には密造者を銃殺するくらいの厳しい摂取措置が取られましたが、次第に緩和されていきました。寛容になったということではなく、世界大戦や革命により疲弊した経済を立て直すには酒税からの収益がどうしても必要だったのです。1930年、スターリンの時代になると積極的にウォッカの増産を推進しました。諸外国に負けない工業化のためには過剰飲酒のリスクを取ってでも税収の増加が必要との判断です。さらにスターリンは禁酒協会を禁止し、郊外の邸宅で非公式の集まりを頻繁に開催しました。そこでは部下とのつながりを強固にする手段としてウォッカを使ったり、信頼関係がそれほどでない相手にはウォッカを大量に飲ませて情報を引き出そうとしたりもしました。おや、どこかで聞いたような話ですね。そうです、超超体育会系ゴリマッチョの大酒飲みジャイアンピョートル大帝の再来です。スターリンの死後もアルコール依存症患者は増え続けたため、1985年に共産党書記長に就任したミハイル・ゴルバチョフは第一次世界大戦時のニコライ2世に倣って禁酒協会を設立し、健康増進のための運動を奨励し、あらゆる組織に支部を設けさせ、それは事実上の強制入会とされました。さらにウォッカ以外のお酒にも走らないように、すべてのブドウ畑のブドウの木を引き抜かせるという徹底ぶりです。その徹底ぶりが大きな反発を招き、この政策はわずか2年で終了しました。これがゴルバチョフの失脚、ひいてはソ連崩壊、冷戦時代の終焉、アメリカが唯一の超大国にという来たる21世紀の世界情勢を大きく動かした世界史上の大事件、その一つのきっかけにもなったと言われているのは驚きです。さて、これまでポーランド、ロシアを中心にウォッカの歴史を見てきましたが、ソ連が崩壊する頃にはすでにウォッカは世界的なお酒となっていました。その中心地であるアメリカとウォッカの関係をここからは見ていきたいと思います。アメリカは今でこそトップクラスのウォッカ消費国ですが、20世紀初頭までは全くと言っていいほど注目はされていませんでした。転機となったのが1917年のロシア革命。革命により19世紀末のアレクサンドル3世の時代に皇室御用達の認可まで受けていた高級ウォッカのスミノフ社が国有化されることとなりました。皇帝に愛され世界一の大富豪とも言われた創業一族のスミノフ家でしたが、それが仇となり、社会主義革命の後には富を独占してきた者として世間の敵となり、処刑される者も出てきてしまいました。スミノフ社社長のウラジミール・スミノフはそんな情勢の中、命からがらフランス・パリに亡命。そこで細々とウォッカを作るようになりました。同じくロシア革命を逃れてアメリカに亡命していたルドルフ・クネットは、禁酒法が廃止となった1933年、革命前の帝政ロシアを解雇したのか、当時宮廷で親しまれていたスミノフという商標でウォッカを売り出そうとしてウラジミール・スミノフを訪ねると、アメリカ・カナダでの商標権と製造権、そして木炭によるろ過技術を買い取りました。最初はほとんど売れませんでしたが、1939年にヒューブライン社が参画し、ウォッカが無味無臭であることを宣伝文句にしたところ、徐々に売り上げが上がっていきました。そんな中の1941年、ウォッカベースの超有名なカクテルが、これまた有名な逸話とともに誕生します。ヒューブラインの会長、ジョン・ジー・マーティンがロサンゼルスでバー、コックンブルを経営する友人、ジャック・モーガンを訪ねた時のこと。モーガンはジンジャービアの在庫を大量に抱えて頭を悩ませていました。一方のマーティンは売れ残りのウォッカをたくさん抱えている。そこで双方の在庫を組み合わせて売り出そうとなったところへ、モーガンの女友達オズライン・シュミットが登場。彼女は父親から受け継いだ同製品の工場の同製マグカップを売りさばきたかった。そうして3社の思惑が一致した結果、皆さんご存知、モスコーミュールが考案されたというわけです。モスコーミュールの登場によってアメリカでのウォッカはさらに浸透していくこととなりました。第二次世界大戦が終結し、世論の反ソビエト感情が高まると、人々のウォッカ離れが危ぶまれましたが、それは杞憂に終わり、1962年に公開された映画、007ドクター・ノーにおいて、ジェームズ・ボンドが、Shaken Not Stirred
すなわち、捨てあせず、シェイクで、という有名なセリフとともに、ウォッカマティーニを注文したのを転機として、ウォッカの需要は急増しました。最終的にウォッカの販売戦略として決定的だったのは、リチャード・ニクソン大統領の政策の一環で、ソ連にペプシコーラの工場を建設する代わりに、財政的に厳しかったソ連がその支払いをウォッカでしたこと、つまり物々交換というわけです。ペプシが販売することになったのはソ連産のストリチナや、日本でも目にすることが非常に多い銘柄です。流通を受け持った会社の活躍もあり、1975年、アメリカでのウォッカ消費量はバーボンを抜き、ついにアメリカ国民に一番飲まれる酒となりました。時代背景として、ベトナム戦争によるアメリカの分断があり、バーボンやジンは戦争を推し進めた古臭い旧世代の価値観を象徴する飲み物であり、ウォッカは東西対立やそれに起因する戦争を馬鹿らしく思う当時の若者世代の洗練された飲み物であったとも考えられます。端的に言えば、ウォッカは口が臭くならない流行りの飲み物、バーボンやジンは癖の強いおっさん臭い飲み物という扱いになったということでしょう。また、スクリュードライバー、コスモポリタン、ハーベイ・ウォールバンガーなど、今では定番となったウォッカベースのカクテルがこの頃に登場しているのも、ウォッカの人気を裏付けるものと言えるでしょう。1980年代後半、アメリカの経済成長が進み、逆にソ連が勢いを失っていくと、お互いの通貨価値の違いが大きくなり、ストリチナヤとペプシコーラの交換では釣り合いが取れなくなっていきました。同時にこの頃のソ連はアメリカとの間で軍縮の協定を結んでおり、冷戦下に大量に建造した軍艦などが余っている状況でしたので、ストリチナヤで足りない分は軍艦で支払うことに。その結果、なんとペプシは世界第6位の海軍を持つことになったという嘘のような本当の話があります。ここまで20世紀までのウォッカの歴史を見てまいりましたので、ここからは21世紀に入ってからのウォッカの情勢についてお話ししたいと思います。ポーランド、ロシアに代表される東欧の国で生まれたウォッカはこうして世界に広まったわけですが、依然として癖のない洗練されたカクテルベースとして優秀という特性は変わらずにいます。飲み物そのものとしては個性がないのが個性ということなので、ウォッカを製造する各社はボトルのデザインや商品に込められた思い、ストーリーをアピールすることでブランドとしての差別化を図っています。例えばワインのボトルの形は主なもので大体5パターンくらいしかありませんし、ウイスキーの場合もあまり多くありません。形を統一した方が生産コストを圧縮できるのは想像に難くないでしょう。ジンやラム、テキーラなどもボトルのデザインでブランドをアピールしている部分はあるものの、ウォッカはその色がとても強いです。デザイナーによるユニークなボトルが多く、なんだこりゃと思ってしまうボトルは大体ウォッカだったりします。 LGBT、アフリカ系アメリカ人、ヒスパニックや女性といった社会問題になることの多いコミュニティへ訴求する広告を打ったり、コミュニティのイベントにブランドとして協賛したりすることで商品にメッセージ性を持たせることもしばしば行われています。日本においてはウォッカの個性通りブームになることもなければ、別段時代遅れとされることもない、良くも悪くも安定した人気が続いています。カクテルベース、あるいは缶中杯のベースとしていつの間にか飲んでいるという方がきっと多いことでしょう。ちなみに中杯の語源は焼酎ハイボールですので、本来中杯といえば焼酎ベースなのですが、皆さんご存知キリンの氷結がウォッカベースの缶中杯として発売され大ヒット。ウォッカの個性である癖のなさがヒットの要因と言われており、他社もそれに追随することでウォッカベースの中杯が珍しくなくなったということです。さて最後になりますが、近年ウォッカの母国の一つであり最大の消費国であったロシアで興味深いデータが出ています。2019年の WHO 世界保健機関の報告によると、ロシアのアルコール消費量が2003年から2016年にかけて 43% も減少したとのことです。平均寿命の短さやアルコールに付随しての諸問題から来る人口減少を危惧したプーチン大統領が推進したアルコール飲料の販売規制や健康的な生活習慣の奨励などが要因とされています。1990年と比べて2018年のロシアの平均寿命は10歳以上長くなったそうです。これまで見てきたように、歴史的にはアルコールやウォッカの生産や消費を禁止抑制する政策は失敗に終わってきたのですが、
今回のものは出てくるであろう密造酒や財政の問題なども織り込んだ上での10年がかりの制作ということで、歴史に学んだ形となっています。10年を過ぎた今、ロシアがどのようにウォッカと付き合っていくのかは興味深いところです。さて、今夜のお話はここまで。ご視聴いただき誠にありがとうございます。ためになった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、ぜひともお願いいたします。またのご来店、心よりお待ちしております。